フェルナン・ピエは、フランスのポスト印象派の画家である、パリの裕福な絵に生まれた。母方の祖父に、海洋画家として知られるシャルル・モザーンがいる。18歳頃から、フェルナイ・コルモンの画塾で学んだ。コルモンの画塾で学んでいたエビール・ベルナール、トゥールーズ・ロートレック、ルヤンクタンや、フィンセント・ファン・ゴフコラと知り合った。その後、ウジェーヌ・カリエールやアルフレット・ロールに学んだ後、 パリ国立高等美術学校でも学び、週に1回、私立のグランドショミエール芸術学校でも修行した。1893年に、多くの芸術家がスタジオを構えたモンマルトルに近い、ロシュシュアール通りにスタジオを開いた。生活費を心配する必要のない境遇で、絵を描くことに専念できた。パリの風景や、人々を描くのを好んだ。ギローやランペルル。 ジャンルイ・ホランといった画家と友人であった。1896年に南フランスを旅し、マルセイユやトゥーロンを訪れ、1898年にはオランダ、ベルギーを旅した。アンデ・パンダン展などに出展した。第一次世界大戦で1921年まで展覧会への出展を中断し、戦後はルーマニアの皇太子夫人、エリザベト・ビベスコの 芸術サークルの一員となった。1925年にフランス国民美術協会の会員になった。ありがとうございます。